プリンス・タゴエは、ガーナ出身の同国代表のサッカー選手。ポジションはフォワード。タゴーとも表記される。初期ガーナのアクラ・ハーツ・オブ・オークで、プロデビューし、2005年に18得点を、アンゲ得点王に輝く活躍を見せたことで、ドイツの一、FSV ・マインツレーゴへの移籍が、間近に迫るも、破断となり、代わりに、サウジアラビアのあるイテハドへ移籍した。あるイテハドでは、 シエラ・レオネ代表のモハメド・カロンやカメルーン代表のジョゼフ・レジレ・ジョブと共に攻撃陣を形成し、得点を量産。UAE のあるシャバーブ、あるアラビークラブを経て、2007年にサウジアラビアへ戻りあるイテファクト契約すると、AFC チャンピオンズリーグ2009で6試合8得点と、得点を争いをするほどの活躍を見せたことで、ヨーロッパの注目を浴びるようになった。 ホッフェンハイム2009年6月9日に、ドイツの TSG1899 ホッフェンハイムと3年契約を結ぶも、それから51日後に心臓に問題が見つかったため8月1日に契約解除される事態となった。この決定に対し、田越の弁護士は、セカンドオピニオンが心臓の状態に異常は見られなかったとの診断から法廷闘争に出る構えを見せ、 8月20日には早期の一方的な契約解除は FIFA の規約に違反すると発表した。その後、身体検査のデータが改ざんされていたことが判明した結果、ドイツサッカーリーグ機構は多イのフィットネスを判断するために健康診断を要請。さらに10月21日にはこの健康問題を理由に契約解除をするのは妥当ではないとし、 12月の最終検査の結果で、資格を復活させるかどうか決定すると発表。身体検査で心臓に問題が見つかることはなく、同年12月22日に、プレイ資格が復活し、試合出場が可能なった。2010年1月30日のシャルケレイ4000で82分から、ボリス・ブクチェビッチに代わりデビューし、2月9日の DFB ポカール準々決勝。 ベルダー・ブレーメン戦で初得点を記録。5月1日のアイントラハとフランクフルト戦で途中出場からリーグ戦初得点を挙げた。2011年1月31日に完全移籍のオプション付きでセルビアのパルチザンベオグラードへ貸し出されるとデビュー戦の FK インジア戦で2得点を挙げ、次の FK ハイデュク・クラ戦とローク・ベオグラード戦でも立て続けに得点を挙げた。 さらに、セルビアカップ第一戦で行われた、レッドスターベオングラードとのエターナルダービーで2得点を上げ、2から0の勝利に導くなど加入後すぐさまに活躍を見せた。最終的に12得点を記録し、ダブル達成に貢献したが、チームに止まることはなかった。ブルサスポル2011年9月1日に、トルコのブルサスポルへ3年契約で移籍し、10月26日の、 オレデスポルセンで初得点を記録したが、この得点が2011から12シーズンに記録した唯一のものとなった。2013年1月にアルイテファクウェ半年の期限で貸し出された。2006年1月15日のチュニジアとの親善試合でラトミル・ドゥイコビッチ監督率いるガーナ代表デビューを果たすと、アイザック・ボアキエ、バフォギャンと経験豊富な2名を追い落とし、 同年のアフリカネーションズカップ2006のメンバーに選出され、セネガル戦とジンバブエ戦の2試合に出場した。ミロバン・ライエバツ監督のもとで2010 FIFA、ワールドカップのメンバーに選出され、グループリーグ全3試合に先発出場をしたが、ウルグアイに敗れた準々決勝を含め決勝ラウンドでの出番はなかった。ありがとうございます。